土地も肥えていきます。
これはエリアンサスを栽培して収穫した後の様子ですけれども、エリアンサスを栽培した時にほとんど草が出てこないことはお分かりかと思います。このようにエリアンサスを栽培すれば栽培するほど雑草がなくなり、病気が減り、そして土地が肥えてくるのです。そこでエリアンサスを栽培して豊かになった土地に麦を栽培しました。エリアンサスと同じ畑で、しかも同時に麦を栽培できます。麦の周りをエリアンサスが取り囲んで成長しています。これはまるで作物をエリアンサスが育みながら育っている感じです。これと同じように麦、そばを作ることができました。エリアンサスからエネルギーができるなら、まず福島にこれを栽培してみようと思いました。福島ではマンパワーがなくなって農地が荒廃し、農地を維持することができなくなっています。これに対してエリアンサスを栽培すれば農地の荒廃を阻止し、森林化を止め、そして同時にエネルギーを生産する、そういった新しい試みが今始まっています。エリアンサスを一旦栽培すれば、あとは雑草のように勢いよく成長していきますから手がかかりません。必要なのは収穫するだけです。農地を維持するには非常にいい方法になります。ここ熊本では震災の影響で農業をやめてしまう人が増えていると聞きました。耕作放棄地にエリアンサスを栽培すれば農地を守ることができます。雇用を生み出すことができます。そして新しい農業、新しい産業を生み出すことができます。エリアンサスは今までになかった新しいものを生み出すパワーがあります。復興を支援するパワーがあります。これはエリアンサスを栽培する風景ですけれども、エリアンサスを栽培すると畑にエネルギーがみなぎってきます。必要な作業は収穫だけです。そしてこれ全てエネルギー、燃料です。二酸化炭素をどんどん吸ってエネルギーにします。その最も強力な光合成のシステムでもあります。私はこのエリアンサスに底知れぬパワーを感じずにはいられません。そして同時にこのエリアンサスには周りを取り込み育む優しさがあります。エリアンサスの雑草パワーは農業、それからエネルギーの世界を変えると信じています。そしてその雑草パワーは熊本の復興に役立つと確信しております。どうもありがとうございました。